ここからがさらなる勝負です。なんと今年のリレーは趣向を凝らし、アンカーは借り物競争を行うルール。なんだそれ。好きな人とか書いてたりしてね。なベタな。もし好きな人で呼ばれたらどうする？いや、ないって。ああ、こっち走ってくるよ。うわっ、もしかして。いや、ないない、そんな。先輩。どうだ。来てください。ほら。いいけど。では。何これ、何これ、何これ。ゴール。知らずにが1位。すごい。あとは借り物がセーフなら優勝。確認します。はい、白組将棋部の田中です。可愛らしいもの。可愛らしいもの。可愛らしいのは間違いないですよね。そして物と認定してもらうために抱えて運んできました。そのためのお姫様抱っこ。判定はどうですか。判定は セーフ。今この瞬間決まりました。今年の体育祭優勝は白組です。やりましたね先輩。